はい、どうも、お茶です。最近ね、配信とかね、できてなくて、申し訳ございませんでした。実はね、2週間ちょっとね、入院してて、椎間板ヘルニアっていうね、病気で、まあ、手術もしたんですけどね。で、それで2週間ぐらい入院してて、最近配信とかできてなかったっていう感じですね。はい。で、ちょっとね、出遅れちゃったんですけど、まあ、シーズン1でもね、マスターなって、シーズン2でももちろんマスター目指していくので、よろしくお願いします。ということで、シーズン2のパーシバルでね、ランクマやっていきたいと思います。はい、ということで、対戦相手の方見つかりました。あ、ベリアルですね。出た出た。ベリアルね、ちょっと対戦して思ったんですけど、やっぱこのキャラ強いなって思いましたね。はい。全然勝てないですね。ただまあまだわからん殺しの部分とかもね、されてたりするんで、ちょっとそういうところでね、まだ結構負けてたりするので、そういうところをね、しっかりなくして、勝ち切っていきたいですね。はい。まあ、ちょっと対戦したんで、まあ、少しわからん殺しの部分はなくなりましたけど、まあ、それでもやっぱキャラパワーが強いなって思いますね。ベリアルは。ただ、そういう言い訳はしないで、俺はパーシバル一筋で行くって決めたんで、サブでベリアルは使おうかなって思ってますけど、あー、これは痛いのかな。まあまあまだ安いですね。しっかりダウン取って、こういうね、なんだろう、シーズン2パーシバルは、トロイメライが本当に大事なキャラになりましたね。メライがないとほぼ何もできないっていう。いやー、足払い強いっすね。暴れないですね、偉い。美味しいですね。あー、もったいない。あー、これが強いんだわ。対空にあったんだけど、NC が対空にやりましたね。さあ、どうしようか。しっかり対空で、ここな、C 勝利の方良かったかな。王者使っちゃうとね、本当に何もできなくなるんですよね。波動が強い、このキャラ。しっかり落としてしゃがみくらい確認からね。さあ、これは、まあ、勝利食らってもいいので置き攻めいきましょうかって言ったらできなかったですね。お、おいしい、暴れてくれた。結構 NC が強いからね、そのなんか相手のキャラのね、ベリアルの NC が強いから結構技の終わりに NC こすったりしてくるんで、そこをねうまく突きたい。しっかり、しっかりから勝利読みですね。これは暴れる。おいしい、オッケー。しっかり取っていく。いやー、ベリアルやっぱね強いな。対戦してて思うけど、波動拳が強いですよね。まあ他にも大体 NC とかもね、そういうのも強いんですけど、まあ、波動拳が本当に嫌だな、俺的には。まあ、遠心も嫌なんですけどね。なかなか弱い技がないようなキャラクターな気がする。これね、この対空ずらしがなかなか強くて。西対空が結構しづらいんですよね、ベリアルに対してね。あー、やった！これは死んだ。あ、ラッキー。ラッキーですね。ちょっと集中、OK。これは、どうしようかな。まあ、ちょっと悲しきやで。おとなしいですね。あー、駒だけが見えない。お、ラッキー。今のはラッキーでしたね。対空ずらしからしっかり落として、昇竜対空の方がいいのかもな、こいつには。西対空よりか、もしくは空投げか。あー、さすがにやりすぎたか。
美味しい。繋がってね。あー、垂直には B 昇竜もいいかもな。しっかり昇竜拳で割って、これは死んだかな。ちょっと集中タイミング、あー C 昇竜でパナしてしまいました。固めが強いね、ベリアル。波動拳使っての、あれ前捨てで良さそうですけどね。ちょっとそこら辺まだね調べてないんで、ちょっとキャラ体が必要だね。これトロイメライがないとね、シャガコパタチコパ当てた時にね何もリターンがなくなるっていう、そこちょっと弱いですね。いやー、空投げの方だったかな。いやー、強いね波動拳。距離が分からん。割る。いいよ、C 昇竜暴れね。いや、これがある。いや、固めが強い。ガード固めてるんで駒投げいきましょうか。あっぶねー、波動拳に解放合わせたい。解放じゃねえ、オッケー。いやー、オッケーじゃなかったな。なかなかガード固めてくるんで、駒投げ狙いに来てもいいかもしれないですね。うん、いや、なかなかストリートファイターみたいな、なんかなかなかグラブルで時間切れってないんだよな。コンボミスなかったら勝ってましたね、さっきの試合ね。駒投げからね。あれ、なんか前捨てで良さそうですけどね。どうなんだろう。あー、癖でこっちやっちゃうんだよな。まだシーズン1の癖で勝利権あるよ。人確認から殺せたりするよ、これ。あー、オッケーだけど死なないっすね。まあ、とりあえず C ハード打って削り圏内に持ってきましょうっつったら当たってくれましたね。これなー、美味しい。これは美味しいですね。からの C 勝利あるよ。からの、これは有利フレーム取れる、置き攻めしてオッケー。まあパー様ね、シーズン2確かにね、まあ、弱くはなったんですけど、まだまだ全然戦えると思うんで、俺ずっとシーズン1の最初の頃からずっとパーサマ使ってたんですけど、まあその時と比べると今の方がね、間違いなく強いんで、まあ確かに弱くはなったんだけど、まだ全然戦えるっていう感じのキャラクターだから、全然俺はまだパーサマでマスター目指せると思ってるんで、はい。ということで、今日の配信じゃない。今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。